破壊したボロの教団施設で俺たちが見つけた転送装置、それと同タイプのものが12箇所で確認された。いずれも異空間にあるカラのアジトへの出入りに使用されていたものと思われる。アジトもそうだが、同じく異空間にある10尾の飼育施設を調べられなくなったのは痛手だ。10尾、あの化け物をまた相手にす思われるとは不明瞭だな。発見した時には全て破壊された後だった。つまりアジトの調査は不可能になったということですか。以上、そうなる。出るのか。最悪の場合はな。なんせ敵は十尾を真珠にするのに必要な生贄を持ってね。アマドってのは本当に信用できるのか。個人的な意見を言わせてもらえば、俺も 100% 信用しているわけじゃねえ。見つけ出すのに協力してもらいたい。となると残る問題は一つ、ボルトの手のひらに刻まれたままのカーマについてだな。一つ見つかってねえって話だろう。どうなんだナルト。もしボルトがまた桃式に乗っ取られちまった場合は、俺がこの手で決着をつける。桃式が、あるいはボルト自身が一式並みの脅威になるとはっきりした場合、お前に我が子が撃てるのか。そうなる前に手を打つことは考えているのか。それだけの覚悟があるのかと聞いている。どうなんだナルト。